いたまげた。ひだるかったけん思わず食らいついてしもうたら。すっげえなまり。やったじゃね。あんたは。私？私ムロミ。普通に自己紹介されても人魚だよな。尾びれはボロボロだけど。にゃん、そげんミランドって。で、あんたは？向こう島タクロ。タックン。タックンって。それで、私タックンに釣られたっちゃんね。どげんすっと。どげんも何も。で、誤解食うなよ。なんで、おかしいの減るもんじゃないし。もう思いっきり減っとるわ。ヘロン、釣った魚には餌ばやっとかな逃げてしまうってよう言うやん。むしろもうどっか行ってほしいんですけど。タックンの行けず。ああ、もう魚の餌なくなっちまったじゃねえか。ルアーで釣るか。うわー、もう人手ばもっと集めたいとに全然足らん。手伝ってくれる人もおらんとよ。これが本当の人手不足。どうや。うぜ。で、人手を使って何する気なの？うやけん、人手と人手で。あんた、なんかできんと？自分、人手ですから。シュリちゃん！ノープランなら無理にボケなくていいの。だって、残ってくるって思わんかったっちゃん。だって釣りとかつまらんやん。やめりーよ。何、人の趣味全否定してくれてんだ。他の人のところ行けばいいじゃん。外れないな。もうじらし上手っちゃけん。何がだ。え、それなんね。ルアー。ルアーじゃなんね。ギジバリのこと。偽物の餌で魚を誘うんだよ。ハリって分かってても食らいつくとは。あんたはブラックバスか。わなやって分かっとっても騙されてしまうげな。私ってダメな女やね。そんなホストに貢ぎすぎたアラサー OL みたいな。しっかりしなさい。いい年なんですから。人手に愚痴ってもしょうがないでしょ。さん、カモメに小魚として認識されてるの？また襲われそうになったら追い払ってやるから離れてくれない？こんなこと？さすが男の子、頼りになる。ちょ離せってば。それにしても随分とヒエラルキーの下の方なんだね。つつかれたところ傷になってるね。なんなら傷薬塗る？なんで薬気な元々？俺も針とか魚の歯で怪我することがあるからだよ。人魚に効くかは分からないけど、ほっとくよりはいいだろ。うん。どさくさ紛れに変なとこ触らんでよ。自分で塗れって。ああ、別に。いやいやいや。そうやん、助けてもらったお礼ばせんといかんね。なんかご要望はある？昔話でよく見る恩返しってやつ。鶴とか亀みたいな。まさか竜宮城に連れてってくれたりするの？連れてっちゃろうか。本当にあるの竜宮城？ないよ。くそ、室見さんの存在がすでにおとぎ話だからな。麻痺しちゃったのかな。そうだよな、あるわけないよな。竜宮城はずいぶん前にのうなって、今は石碑が残っとうだけよ。あったのかよ。そばにイオーモールができとうしね。イオーグループが海底進出。今日はバーゲンやけ、みんなにもお似合いの水着買ってあげちゃうよ。
かないと売り切れちゃうよ。お酒も安くなってるから。しかもなんか都市開発進んでるっぽいし。もう久しぶりに行ってみようかね。この鳴き声はまたカモメ。天敵多いな。クラゲだらけだ。こんなんじゃ魚いるわけないよ。あー、しびれる。あ、一匹だけいたわ。っていうか、室見さん、しびれるってことはそれ、毒打ち込まれてるんだよ。そうなん？どうりでしばらく体が痛いと思った。捕食に貪欲やね。体のほとんどが胃袋だから。なんでこいつ、私のことを食べる気やったと？せっかくいた気持ちいい感じ好きやったとに。室見さんってクラゲの毒は平気なの？まあ程度によるっちゃろうけど。あ、いた。沖縄でハムクラゲに巻きつかれた時はいろんな意味で昇天するところやったね。つまり平気なんだな。あんたらはよかよね。ただ酔っとうだけで餌にありつけるっちゃけん。室見さんもかなりお気楽な方だと思うけど。あ、そうだ、クラゲといえばちょっと前に日本では大量発生して大変だったんだけど、やっぱり地球温暖化とかの影響だったりするのかな。室見さん何か知らない？温暖化？最近よう聞くけど、いまいちピンとこんね。気候が変わることやらしょっちゅうやん。そうなの？地球の歴史は絶滅と台頭の繰り返しやけんね。ちょっと前まで恐竜が陸上をかっ歩しとったけど、隕石が落ちて氷河期が来たらあっという間におらんことになったもんね。地球規模の洪水が起こったこともあるし、適応できん種族から淘汰されるだけだ。ちょっと待って、室見さんって白亜紀ジュラ紀の頃から生きてたの？失礼やね。私だって地球の歴史ぐらい知っとうよ。おばさん扱いせんでくれる？悪かったけど、9桁の年数で中年かよ。室見さんはそういう歴史とかは誰から教わるの？やっぱりお母さんとか？ポセイドン。うわ、ギリシャ神話の海の神の名が出てきた。私だって全部が知っとうわけじゃないとよ。生まれる前のことは学校で教わっただけやし。学校？あんただって生まれる前のことは全然わからんやろ。ああ、分かったよ。何でも聞いた俺が悪かったよ。じゃあ室見さんはいつ頃の生まれだの？クラゲストライク！デリカシーないっちゃけん。女の子に年齢聞くもんやなかと。わかりましたよ。デリカシーのない男はさっさと退散しますよ。あ、ちょっとタック。また来てよね。ったく、室見さんが難しい人なだけじゃないか。なあ。今日もいい天気やね。そうだね。ねえ、たっくん、お願いがあるっちゃけど。お願い？こげなこと、たっくんにしか頼めんとよ。まあ、俺にできることなら。何？そのね。戦士かけて。嫌だよ。今すぐ会いたい。七つの海を泳いで、あなたと私の思い出キラキラ、シーサーよ99。
さん。男の子はこういうの大好きやろ。別に、むしろ引く。確かね、バルマン1752年5月号に書いてあったとよ。海にあるの。ハマるとよ。浜で